だ。やれやれ、やばいった。さらじゃらじゃ。タイトルが思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber と、よく喋る脚本家のやつ。うわ、なんだっけな。無限まやかしだ。小島康之です。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。おーす、野崎さんの出演シーンがちょっと少なかったので、阿部さんの、まあ、モノマネ、はちょっと今回はなしという。すいません。なんかそれどころじゃなかった。謝ることになっちゃったよ。コメント欄でね、今回はないんですかみたいな人が結構いるんですよ。ちょっと大島さんも苦しんでるから、あんまり圧かけないであげて。そうちょっと今回安倍さんマジ出てこなかったんだよ。ようかん？トラヤの何か。トラヤの何かだけだったんですよ。そうですね。ねえ、まあ、今回はもう本当に稀に見る野議会でしたけれども、はいはいはい、僕がね、やっぱ良かったのは、はいはい、まあ、後半の給食のシーンですね。あそこね。施設の給食で、うん、あの、今回登場した弟拓馬さんが、急に。ちょろまかしていて、うん、1話で退場させられるというくだり、もう、お父さんの、これもう、お家芸ですよ。いつものやつですよ。いつものやつなの？いや、もう結構ね、まあ僕が知ってる限りだと、どの映画でも、悪いせこいやつやって、退治される役です。俺もその、映画で見る弟拓馬さん、そういうイメージ。ほとんどそう。あの、白石和也監督の映画に、最近ほとんど全部出てるんですけど、はい、ああ、ほとんど出てます、ね。大体そんな感じの役で、はいはいはい、使い方分かってるなーって思いましたね。出てきた時点で、だって、こいつちょろまかしてるだろって俺言いましたよね。そういえば、そうだわ。しかも、ね、今回よく考えたら白石和也監督で言ったら、孤狼の血ですよ。めっちゃ出てる。孤狼の血の、あの、お前ら、クルーチョルって言って、で、ベキが、おー、クルーチョル警察じゃねえ。何をしてもええんじゃっていうのを、ガミさんね。ガミさんが言うっていうのの、あの、落ち着いたバージョン今回やってた。そうね。あの、セルフ、ちょっとなんか、実はオマージュかもしれない。そんなわけないけど。いやいや、でもなんか、ちょっと意識してる、うん。同じ対立構造だわ。うん。で、松坂桃李さんだしね。本当だ。心の字ですからね。同じだわ。っていうのは、わかるよ。大藤拓馬さんね。ヤクザの世界にいそうな人を集めてるっていうところでしょ。でも言っちゃえば。いや、モンゴルヤクザですから。モンゴルヤクザですからね。うん、はいはい。大藤拓馬さんね。そうそうそう。で、まあ、よかった。大藤拓馬さんはよかったんだけど、うん、やっぱりこのシーンが、ものすごく意味が、やっぱ重層的に、含められているのが、はいはい、その、ベキが、うん、ベキと、まあ、まず笑っちゃったのが、うん、その、坂井雅人さんが、うん、バルカでこんなに良質なうるち米がって言って、これ、パックご飯の CM ですかみたいな。いや、ちゃんと、たまに CM になるだよ、このドラマ。いや、やっぱもう、ご飯のことになると、あの、ほっとけないの、みんな。もう本当に、あの、赤飯でも、ってなるし。一粒一粒立ったお米みたいなのを、うん、もう、ギンギラギンの目で、そう。高く持ち上げて見てる酒井さんが笑っちゃったんだけど。確かに、今思うと、1話で、あの、ジャミーンのパンをほっとけなかったのも、今考えたらそうだわ。そう、そこって、やっぱり、乃木自身は子供の時に飢えた経験があるから、その食とか性への執着があるっていうことだと思うんですけど。そっか、そういうことか。それは俺絶対あると思う。あ、確かに。だからそれに合理的な、あの、その理由付けがされてるんだけど、やっぱり一番は制作陣のあのこだわりですよね。まあそうね。だからそう、飯の話ばっかしちゃってるんだけど。あの、福沢監督の、あの、こう、肝入りらしいですね、あの赤飯。なるほど。あれ、福沢監督総監修らしいですよ。え、なんか赤飯の炊き方。餅もそうじゃなかった？そうそう、餅もそうだし。なんか赤飯確か、なんかトラヤの、それこそ、フード監督なんですか？ そうだ、俺びっくりしたのが、あの、はい、それこそ赤飯、トラヤで感動したんですって。あ、ご本人がね。ご本人が、あ、福沢監督がトラヤの赤飯に感動して、自ら研究した結果を、あの番組で出してるっていう。あ、じゃあ、乃木をそういう部分で自分に重ね合わせてるんだ。で、それで福沢監督がたどり着いた赤飯の、あの、真髄って何だと思いますか？え？赤飯は、菓子だっていう。あ、え、お菓子？そう。あ、そういうことね。スイーツってことですか？そう。あ、もうさ、あの、聞いてもピンとこなかったでしょ。
もうさ、そのレベル、そのレベルなのよ。わかるわかる。でも、俺も、なるほどって思ったけど。うんうんうん、で、そして、トラヤのさ、紙袋が出てきたから、野崎さんがこうやって出してて、うん、俺ちょっとなんかドキドキしちゃった。そうね。嬉しかった。トラヤのお赤飯みたいだって言ってました、ね。そうそうそう、言ってたから、そうそうそう。ね、まさにそうだ、そうだ、そうそうそう。だから僕は、自分のチャンネルで、うん、その、ヴィヴァンは結構実話に基づくベースがあるんじゃないかっていう話を結構ずっとしてるんですよ。うんうん、で、ノゴーン・ベキみたいな日本人って、本当にめっちゃいるんですよ。いや、すごいね、そんなの。なんか言ってたね。そうそうそう。で、福澤監督自身が、こう、第1話のインタビューの時点で、うん、3年ぐらい前に、車の中で聞いてたラジオから流れてきたエピソードにインスピレーションを受けて、このドラマを作ったって言ってるんですけど、でそれが僕、アフガンで活躍してた日本人の人とかそういうイメージだったんですけど、あ、これ、自分の話っていう、その、赤飯好きな自分の話っていう。そういう、そこもある。で、実はっていう。うん、すごい、かなり個人的なところがあるんだ。っていうところがね、核にあるから、やっぱ細部の描写も、これはもう無限には見られないんですけど、うん、そうですね。まあいいんですよ。その乃木の食べ物への執着っていうのは、もう完全に説明されてると思う。うん、そうそう。作品、ドラマ作品内でのリアリティとしても、ちゃんと説明がついてますね。もう全くブレてないから。全くブレてない。乃木自身が食べ物をおろそかにするシーンとかっていうのは全くないから、ね。だから要は制作陣の自己満では全くないってことだよね。全くない。キャラに密着してると思うんですよ。うん、で、それは野崎さんもそうなんだけど、はいはい。そうよね。その上での。その上で、今回ね、僕がちょっとだけこう感動した部分としては、うん、その子供たちをまあ育ててる、うん、その孤児の施設を持ってるっていうのが、こうテントのお金の使い道だっていうのが分かった上で、うん、そのベキがその食べ物を子供にどういう風に与えるかをめちゃくちゃ大事にしてるっていう、うん、描写がすごい面白いなと思って。おそこまでの振りとして、いろんなテロ行為をしてるのは金稼ぎのためだったっていう、うん、悪い描写をした上で、うん、その子供たちの栄養バランスを見に、これ食堂に自分の足で来てるわけですよ。そう。で、米を選んでるのは、それこそ福沢監督じゃないけど、べき肝入りの米選びだったってことがわかるわけですよ。だってちゃんとこうやってパッてやったらコシヒカリって書いてあった。ねえ。これ、ただのめっちゃいい校長先生じゃん。いや、めっちゃいい人よ。っていうところが、なんか別に、これはその、深掘りとかでは全くないんだけど、うん、あ、これ、乃木家代々、親子で、その、米めっちゃ詳しい人じゃないですか。米詳しいし、うん、あと、ベキは米のことになるとちょっと甘い。うん、ああ、そうですか。だってそうじゃない？だって、あの、うん、150グラムほどって言われて、うん、ちょっと考えて。そうなのよ。そうなのよ、じゃあしょうがねえか。そう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 。あんなに血も涙もなかったやつが、うん、ね。だって極論するとあの帳簿見てくださいって言われたけど、うん、あの見る前に決めようとしてるからね。ね。うん。だからそこでまあその子供たちがまあ多めに食べるんでしょとか、うん、おかわりする子もいるんでしょみたいなぐらいのことしか考えてないですよね、うん、あの瞬間。考えてないな。あの時確かにぬるいよねあそこ。うん、そうそこがまたいいんだよな。そう。でそこはやっぱお父さんがやってた役の悪どいところで。子供の食っていうのを盾にしてればそれ以上責められないだろっていう悪者じゃないですか。うん、悪者よ。そこは、そう、聖域だから、ここに突っ込んでは来ないだろうっていう、うん、その、なんか打算、せこい打算に対しては突っ込めないっていう。いや、逆に言うとさ、うん、お父さんってさ、うん、めちゃくちゃ優秀じゃない？だってさ、うん、今まで、うん、公安でも別班でも、うんベキにはたどり着けなかったし、ベキを欺くことできなかったんだよ。そうか。お父さんだけだよ、ベキを欺けたの。すげえな。だって、乃木がいなかったら、うん、あれそのまんまやられてたぜ。結構長年ちょろまかしてるってことですもんね。そう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 。長年ちょろまかしてたし。そのテントが子供の施設やり始めてからずっとちょろまかしてる可能性ありますよね。あるよ。いや、そうだ。そう、弟たくまさん、実は一番優秀説。だからもう、これはトーナメントで、もう決勝ですよ。うんうんうん。あの、タクシーの運転手との一騎打ちですよ。うん、タクシーの運転手立ち音中に乃木を巻いたタクシーの運転手と。確かに。あ、ほんとだ。一騎打ちだ。そう、あれは乃木にミスさせてますからね。確かにね。と、この、こう、孤児の施設の給食センターの人のお父さんの一騎打ちです、これは。ま、これは。でも、お父さんを乃木が倒してるから。そう、そうね。だからそう。じゃあ、タクシー運転手。タクシー運転手1位。1位。2位、乃木雄介。3位、給食センター長、弟拓也さん。4位、ベキ。意外なランキングだ。メダル取れなかったな。ベキ4位だった。ベキ4位。
ちゃんと、まあ、ごめん、ね、あの、話逸れちゃったけど、はい、まあまあ言いたいこと要はその、このあの、要は弟タクマさんは、ある意味、はい、ベキの唯一の弱点みたいなところを。そこを見抜いてて、そうそうそう。そこに長年甘え続けてたっていう、まあ本当小悪党ですよ。で、しかもさ、そうだ、うん。で、それもさ、有機的に繋がってるのがさ、うん、結局この後、多分、うん、その、もっと大きい陰謀とか、こう土地を買ってたとかがあるだろうから、はいはいはい、それは一旦置いとくけど、はいはいはい、今の段階で、やっぱりその子供への執着って、はい、そのままユウスケへの執着につながるんだよね。あ、それもあるね。だから上手じゃない？わかる。だから結局、その子供の時に生き別れたっていうこと自体が、で、死んだと思ってたわけですもんね、うん、ベキ自体は、うん。で、自分が子供を亡くしてしまったと思っているから、孤児を助けるっていう方に活動が行くし、うん、で、その生き別れっていうところから、そのまま孤児っていう表現が使われてますけど、気持ちいい思いをしてきたユウスケが食べ物に執着してるっていうところもあるから、うん、やっぱりその生き別れっていうのが取ってつけたような後付けの設定ではなくて、うん、そこが起点になって今の彼らのキャラクターが作られてるっていうのは全く矛盾してないですね、今のところ。めちゃくちゃうまいね。立場の描写全てに繋がってきてる。しかもこう、あの、ノコルがさ、ちょっと切なかったのがさ、うん、はいはいはい、ノコルが血が繋がってないっていうのがちゃんと明言されたじゃない。そうなんだよね。俺ちょっと繋がってて欲しかったんだけど。むしろね。うん、でもこのさ、血の繋がってない子を、うん、その、ことさらに、息子だって言って、そうね、ちゃんと強調するあたりも、こう、子供、しかもそれが、不特定多数の子供じゃなくて、うん、息子という存在への執着みたいなのに、すごい感じられて。そうね。共依存的な、うん、その、ベキとノコルの、まあ、ちょっと熱い関係ではあるんだけど、ある種不健全な、疑似親子関係っていうのが、見えたね。いやちょっと不健全だね、これは、ね。やっぱり上手だよな、で、しかもこう、家族の話だっていうのは、うん、だろうなっていうのは俺も最初の方から言ってたんだけど、はいはいはい、なんかね、そこから、こう一歩行ってね、うん、なんかこう、歪んだ、うん、ちょっと疑似家族というの話にもなってきてるというか。そうね。だからやっぱりその家族っていいよねっていう、そう固まった当たり前の価値観を揺さぶってくるっていう話はもうずっと最初からしてるけど。そう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 。まさにそこだよね。そうそうそう。その、孤児を引き取って育てるのって無条件にいいことじゃん。と思いきや、いやいや、この、親子関係ってどうかなみたいな、うん。その明らかにねじれたファザコンみたいなのと、うん、ねじれた息子コンプレックスみたいなのが、ベキとノコルの間には今回見えましたね。見えたし、うん、で、そこにユウスケがちゃんと入ってくるから。ちょっと狂うんだよね。狂う。でさ、またさ、ユウスケもさ、うん、あの、微妙なんだよね。はい、こう、すべて別班としての国としての任務っていう風に、うん、あの、深読みすることもできるけれども、はい、やっぱり素直に見てると、うん、お父さんに会いたいっていう人じゃん。そうね。だからこう、何を捨ててもお父さんに会いたい人と、うん、あの息子を亡くしちゃったから、うん、あの孤児院めちゃくちゃ経営してる人と、うんうん、息子が欲しすぎてあの孤児を引き取って、その結果、あのねじれちゃってる残るっていう、結構いろいろねじれ、あのこう、過剰になったというか。そうね。だからみんな全ての人の動機が、やっぱ喪失を元になってるんですよね、うん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 。失ったからそれを補うために動きすぎちゃってる人たちですよね。少なくともその3人に関しては。そしてそれをさ、うん、実現してるのはさ、めっちゃ優秀だからってとこよね。そうなんだよね。うん、だから思い通りには結構できちゃってる結果、うん、こじらせてる。っていう人たちの愛を描いてるっていうところは全くブレないし、なんなら8話に来てかなり前に出てきたなっていう。前に出てきたし、それにね、めちゃくちゃ説得力があった。うん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 、だって今回もさ、やっぱさ、こう、俺はね、ベキの涙に俺は涙してしまったよ。そこ行こうか。ね。はい。あそこさ、うん、俺なんか、あそこで CM 入ったじゃん。はい。CM 入って、CM 入るところで俺涙がポロって出ちゃったんだけど、うん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 、でもポロって流れた瞬間に正気に戻ったのが、うん、俺ベキのこと何も知らないんだけどっていう。そうなんだよ。ダース・ベイダーなのよ。ダース・ベイダーなのよ、うん。でもなんかさ、あの、あれはなんて言ったらいいんだろうね、もうさ、うん、またあれをさ、モンゴルの大自然でやってるのもいいじゃない。あれはずるいよ。あれずるいじゃない。なかなかずるいよ、あれは。でも朝回りにも誰もいなくてさ、はいはいはい、っていうところでさ、ま、もう晴天の中でさ、うん、生きてたよって言って、もうあの役所さんのあれが素晴らしいんだ。
で、あそこで、やっぱそれまでは室内の暗いところで、うん、やっぱりこう、シェイクスピア劇から出てきた彫刻みたいな感じのべきだったのが、太陽の下で照らされて、うん、で、緑の中にいるわけですよね。うん、で、これはわかんないけど、もしかしたらだけど、その、農業施設団として来て、うん、で、その緑の魔術師と言われるぐらい、緑地化事業に注力してきた人なわけですよね。だから彼の周りにある緑っていうのは、彼がバルカで生きてきたことの証なんですよね。いやー、そうだわ。そう。そういうことか。そうそうそう。そこに、ヤチョコウジさんを連れ出して、いい。あ、ここの大地で、みんなを従いながらも、心は孤独に生きてきたんだ、この人っていうのを示してる、せこい、せこいって言ったら。せこくないよ。せこくない、せこくない。正しいよ。正しい、あまりにも正しい映像ですね。うん、正しすぎてせこいって思って、ずるいだよ、ずるい。ずるいですね。せこいは、給食センターで。お父さん。いやー、あれはずるかったな。そう、切ないよ。で、綺麗な緑をガーって映した後に、横からのカットになるんですけど、うん、そこで手前のね、ちょっとゴツゴツした岩肌みたいなのが露出してるところが手前にあって、その奥側で役所さんが泣いてるっていうカットになるんだけど、そこもさ、なんか心のざらつきがさ表現されてるようでさ、ちょっとすごかったな。ここすごかったしさ、またさ、この瞬間までめちゃくちゃ緊張感あったじゃん、うん、そう、ちょっと過剰なぐらいあったよ、うん、もうずっとなんか一瞬で誰か死ぬとか、うん、あとなんかどんでん返し来るんじゃないかみたいな、はいはい、だってさ、もうさ、うん、そりゃ親子だろって思って見てるじゃん、うん、もう知ってるよみたいなね。でもさ、いや、ワンチャン違うとかあるのかとか思ったりするくらいすっごい丁寧なドラマじゃん、うんうん、このドラマさ、そのさ、なんか見てる途中も話してたけどさ、うん、このドラマって普通のドラマ見てるときは、いやいや言うて死なないでしょとか、うんうん、いや言うて親子なんでしょって言って思って、その上でホラー見たことかってなるんだけど、はい、これやってもやりかねないな、みたいな、うんうんうん、気持ちにさせてくれるじゃん。はいはいはい、その、やり、なんかそれは、俺、山本を殺したところから始まってると思ってんの。あそこで、やっぱ、ぐっと緊張感上がったよね。そう。あ、これは、ちゃんと人殺すドラマだっていう。うんうんうん、これ、野木雄介っていう男は、何をするかわからないぞっていう。うん、そうね、我々の、その、ドラマ常識とか、うん、通常のエンタメ常識では、通用しないことやるやつだぞ。うん、そして、このドラマも、そういうことするドラマだぞって思ってるから、うんうんうん、なんか、意外とお約束で見れないのよ。そうね。うん、で、そこが、やっぱりこう、モンゴルっていう設定と、うん、まあ、そのテロ組織っていう設定を使ってるところだと思ってて、うん、ほうほう、やっぱりその、我々が見てる、まあ、日本のドラマ、で、こう、やっぱ日本の、まあ、ある程度こう安全な空間の中だと、殺人事件が一番大きな事件ですよね。うん、で、最大の最悪の悪ですよね。うん、で、それに向けて解決するっていうのが、ま、ほとんどだと思うんですけど、うん、いや、死は当たり前にある世界。そうよね。っていうところから始まってるから、でその死のバリエーションっていうのも、そのテロで死んだり、破壊で死んだり、戦争で死んだり、プラス、いや、餓死もあるみたいな。そうよね。っていうことが最初から匂わされてる世界で、それって、いや、日本で生きてなかったら、結構世界の人たちからしたら当たり前のことなんじゃないっていう、その僕らが当たり前だと思ってないこと自体がキモいっていうことだと思うんですよね。いやー、いいドラマだ。なんかそういうの出てきちゃった。いやー、噛み締めちゃうな、わかる。世界を舞台にしてるっていうのがおためごかしとか、その映像のためっていうことじゃなくて。違うね。いや、世界にはあるからね、そういう死はね、普通にね。だって、っていう銃出てくるの、うん、何にも違和感ないのすごくない？そこ説得力すごかった。今回は、うん、その野木がどうやって別班に入ったかっていうことが、うん、改めて語られるんだけど、うん、そこがもう、ちゃんとしてたね、徹底的にね。ちゃんとしてたわ。韓国の軍隊の映画とか見てんのかと思ったわ。ねえ、なんかこう、全員、もう全部がね、そうだわ、確かにな。ね、射撃訓練場のシーンとかめっちゃすごかった。あれよかった、ね、民間軍事会社のね、うんうんうん、ああいう設定入れてくんのもいいよね。アナロジックもいいよね、その軍事費を使わないで済んでるっていう話とかもやっぱ面白いし。いい、そう、ロジックで言うとさ、うん、俺よかったなって思ったのが、テロはお金のためだったじゃん。はい。はい、でも、うん、旗は出てたわけじゃん。うん、マークズ。マークは、はい。それを、公安とか、うん、CIA か、はい、とかは、うん、テロ組織の犯行声明だと、うん。テロ組織が自分たちがやったんだと誇示するためだっていうふうに、思ってたっていうので、はいはい、我々もそう思ってたんだけど、うん、それは、早とちりだったんだよね。そうだね。あくまでも、テントは、仕事としてやってたから、うん、あの旗は仕事完了の合図だったんだっていう。そういうことだよね。うん、で、それこそ大島さん
とさっき、雑談してるとき言ってたんだけど、はい、あれはね、宣伝活動だったんだ、うん。そうそう、僕は宣伝として機能してるんだなって思ったので、うん。そう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 。だからやっぱダブルだよね、その、うん、はい、やりましたよ。うん、はい、これテントの活動でござい。はい、ご連絡ください、はい、っていうのが。だから、今のクライアントには、うん、完了しましたっていうメールみたいな形で、うん、テントのマークをボーンって押してると、ね。で、それが同時に次のクライアントへの宣伝になってるって、うん。そうね。だから、DM になってる。そのクライアントは、うん、あ、見て見てこれ。うちがテロさしたの、これ、つって。ほら、マークあるでしょ、これ。これテント、これテントって言うんだよね。何テントって。いや、テントっていうのはね、頼むとね、テロやってくれんのよ。マジで知ってる？お高いんでしょ？いやいや、これがね、結構ね、いい手だね、やってくれんのよ。ちょっと繋いでもらっていい？で、しかもね、兵隊もね、結構訓練されたのがやってるからね、これ絶対いいよ、これ。ちょっと他のとこに取られないうちにうち頼んじゃう。ああ、もうぜひぜひ、ちょっと紹介するよ。ちょっと結構大変だけど。あざっす。みたいなことをやってる。そういうことだよね。もうこんなこと言うとちょっと愛情だけど。喋りすぎなんだよ。もっと忍びながらやるんだよ。でも本当そういうことだったんだなって思って、これも、ね、そういうことだよね。無駄がない。で、そのね、予想してた人マジでいないんだよね。いないでしょ、こんなの。いない、うん。絶対いない。あ、絶対いないよね。絶対いない。でも、うん、絶対いないのに、うん、めちゃくちゃシンプルじゃない？そうね。スポーンって入ってくる。そうなんだよ。で、その、ま、孤児の方の活動してたは、まあ、どうしたって予想つくじゃないですか。まあ、なんかそういうこと言う人いたけど、うん、俺はでも結構普通にびっくりしたよ。まあ、そっか。うわーって思った。やっぱその、ベキがみんなから慕われてるっていうことから逆算すると、うんうんうん、そうとしか思えない部分は、はい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 、やっぱり予想としてはあったんだけど、うんでも、それってこう、前項の部分のプラスポイントのあくまで希望的な予想に過ぎなくて、それに対してマイナス、悪行の部分のマイナスポイントの部分が、あ、ここまでドライに金集めに関してはやるかっていう予想は正直全くついてなくて。そうよね。よくあるのってさ、こう、悪い奴が悪いことをやってる。はいはい。その一方で地域貢献もやりますよっていうのって、こうよくあるマフィア像ではあったと思う。うん、悪いことは悪いこと、うんうん。でも地域貢献は地域貢献っていうのだったけど、ね、あくまでも最初に難民救済、孤児救済がある、うんうんうん。そこに金稼ぎの手段として悪行があるって、うん、そう結構すごいよね。いや、アクロバティックだし、うん、あとはその子供が、そのテロの現場で泣いてる映像っていうのが一回差し込まれたことが何話か前であったんですよね。うん、あったあった。で、あれっていうのが子供を傷つけてるように見えるんですよ。すっげえ。だってあのテロ行為自体が孤児を増やすことにもつながるわけじゃん。うん、そうそうそう。だから矛盾してんだよね。そう、現時点でまだ全然矛盾してるんですよ。うわ、面白っ。で、それがさ、このさ、うん、テントの本当の目的っていうのが、はい、一体何なんだっていうので終わるわけじゃん、8話最後。疑問で終わるっていう。うわ、最高。これもう本当に隙がないんだよな。乃木と我々の思考回路の足並みが結構揃ってきてるんですよね。そうね。8話にして。うん、8話で結構乃木の考えを改陳してくれたから、っていうね。8話めっちゃ面白かったと思います。やっぱもう、怒涛の情報だったけど、うん、やっぱその分の面白さと、はい、こんだけ全部言ってるのに、うん、新しいだけじゃなくて、うん、より深まるような謎が生まれてるっていうのが、そう俺、やっぱこのビバンのね、奥の深さだと思う。そう。取ってつけたわけじゃないのに、謎が解明されてるし、そう。しかもちょっと増えてない謎っていう。増えてる。だって、今日さ、うん、知らんがなはほぼなかったよね。そうね、なんか新しいの出たなみたいなのじゃなくて、そうね、なんか今まで出てきた情報をより膨らましたというか、うん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 、あ、でもよく考えたらそうかみたいな、そう、ね、こととかが多くて、ちょっとそこら辺じゃあ3本目で整理しましょうか。はい、はい、というわけで無限まやかしではちょっとね考察しちゃいましたけど、ちょっとね、推理とかじゃなくて、うん、基本的にはここが面白かったよねという話をしております、うん、引き続き3本目も撮っていきますのでよろしくお願いします、はい、以上、島下幸喜でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。